皆さんこんにちは、ウーパン工房のウーペンです。本日の動画ではケンタッキー風ビスケットを作っていこうと思います。実はもう2ヶ月ぐらいになってしまうんですけど、インスタの方で千夏さんという方からリクエストをいただいておりまして、早く作んないといけないなとずっと思ってたんですけど、自分も子供が生まれた関係で3ヶ月ほど YouTube をお休みしてたので、なかなか作ることができませんでした。なので大変お待たせしましたが、ようやく作れるということでチャレンジしていこうと思います。久しぶりの顔出し声出し投稿になるので緊張しますけど頑張っていきたいと思います。今回の僕の動画では本物に近いビスケットの作り方をご紹介したいと思うので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いします。それでは早速作っていきましょう。材料はこちら。はい、それでは生地を作っていきましょう。強力粉入ったボウルの中に薄力粉、砂糖、塩、ベーキングパウダー、細かく切って冷蔵庫でしっかりと冷やしたバターを加えていきます。5つの材料を加えたら手で混ぜていくんですが、バターをしっかり手で潰すように混ぜていってください。そしたらこんな感じになるので、手でこすり合わせるようにさらにバターを細かくしていきます。するとこんな感じで粉チーズみたいになるので、こうなったら OK です。はい、最後の材料ですね。直前まで冷蔵庫でしっかりと冷やした牛乳を加えていきます。はい、ここからゴムベラで混ぜ合わせていくんですが、しっかりと混ぜるのではなく、こんな感じで下からすくい上げるように、そして切るように混ぜていってください。こんな感じにざっくりとまとまってきたら生地は完成です。骨台またはまな板の上に打ち粉をして、その上に生地を置いていきます。そしたらこねるのではなく、ヘラでまず半分に切ります。そしてその半分の生地を上に折りたたみ重ねていきます。生地がベタついたら粉をつけてあげるか、もう本当にベタついてひどい場合は冷蔵庫で冷やしてあげてください。そしたら2回目3回目と同じ作業を繰り返していきます。切って折りたたむ作業を3回終えたら生地を少し整えてあげてください。サランラップで生地を包み、この後冷蔵庫で30分から1時間ほど冷やしていきます。冷蔵庫で冷やし終えたらラップから生地を取り出し、台に打ち粉をして伸ばしていく作業に入ります。ここからの作業は先ほど同様折りたたむ作業に入るんですが、さっきとちょっと違うのは、切るのではなく伸ばし終えたら三つ折りにしていきます。折りたたんだら生地の向きを少し変え、同じように伸ばして三つ折りにするという作業を繰り返していきます。この作業を全部で5回繰り返したら、厚さがだいたい 1.5 センチぐらいになるように生地を広げていってください。生地を広げ終えたら型を抜いていくんですが、今回僕は型を持ってないので、このような直径6センチ7センチぐらいのコップで型を抜いていきます。縁の厚さが厚ければ厚いほど断面が潰れてしまって膨らみにくくなるので、コップでやる方はできるだけ縁が薄いのを使ってください。切った生地を触る場合は断面に触れないように持ってください。この断面に触れてしまうと膨らまない原因になってしまいます。全部で6個型を抜き終えたら、この余った生地ももう一度丸めて広げて型を抜いていきます。この型抜き2回目の生地は1回目の生地よりも表面がボコボコしてしまいますが、味には何も変わりはないので同じように型を抜いていきます。ケンタッキーのビスケットといえば真ん中に穴が開いているので、僕はねこちらの何かしらの蓋を使って真ん中に穴を開けていきたいなと思います。今回の真ん中の穴は3センチぐらいになるので、
皆さんも何かしらの蓋なんかで穴を開けてみてください。抜いた生地も丸めて焼いていきます。生地を全部抜き終えたらクッキングシートを敷いたオーブン皿に生地を並べ、表面に牛乳を塗っていきます。表面に牛乳を塗ることでツヤが出て焼き上がった後の見た目も良くなるので、ぜひ皆さん塗ってみてください。200度の余熱が終わったオーブンで15分焼いていきます。はい、15分経ち焼き終えたので、ここから少し熱を取って実際に食べてみたいと思います。それでは実際にいただきたいと思います。ケンタッキーと同じようにメープルシロップをかけていただきます。どうですかね、見た目の方もしっかりと膨らんでとても美味しそうじゃないでしょうか。はい、めちゃくちゃ美味しいです。もうこれね、何個でも食べれる味です。これね、見た目的には伝わらないんですけど、もう想像以上にしっとりしています。ケンタッキーのビスケットも初めて食べた時こんなにしっとりしてるんだって思ったんですけど、今回僕の作ったビスケットも負けてないぐらいしっとりに仕上がりました。とっても簡単なので、ぜひ皆さん作ってみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回の僕のビスケットは本物に近かったでしょうか。まあ、僕が食べた感じ、味や食感は本物に近いものになったと思います。作り方はただ混ぜて重ねていくだけなので、とても簡単ですので、ぜひお休みの日にお子さんと一緒に作ってみてください。僕の YouTube ではパン作り初心者の方、そしてお菓子作り初心者の方、時間がなくてなかなかパン作りができない方、楽しくパン作りがしたい方に向けて動画を投稿しておりますので、これからの動画も気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回の僕のレシピが参考になった方はぜひグッドボタンも忘れずによろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。